国史元蔵は、戦国時代から江戸時代にかけての武将。毛利氏の重臣で、長州藩士。父は国史元将。毛利氏家臣、国史元将の子として生まれる。天正十五年に、兄の元部が隠居したため、国寺氏の家督を継承する。毛利輝元の信任は厚く、家老となり、輝元着手の毛利秀成の森役も任せられた。天正十六年、 豊臣秀吉から豊臣政を下手された。文禄元年から始まる文禄の役に従軍し、朝鮮へ都会。文禄2年6月の珍珠城攻防戦では、毛利秀元に従って戦う。この戦いで元蔵は槍を用いて、敵兵を多数打ち取る武功を立てた。後に、小早川高景から元蔵の武功を聞いた照元は、元蔵を称賛した。 慶長5年の関ヶ原の戦いの後、毛利氏は傍聴に過酷に厳報されることとなった。翌慶長6年9月には、毛利秀成と共に、江戸に上り、徳川家康らに面会。その後は、江戸にあって、毛利氏の新たな拠点となるべき、上地選定の際に、毛利輝元の遺行を組んで、福原博俊と共に幕府との接衝に当たった。慶長十二年に、江戸から、 所領の巣王国沢郡徳寺伊賀地村に帰るも、兄の元部に先立ち、慶長十三年に病死。西方寺に葬られた。家徳は、着難の国師の有政が継いだ。ありがとうございます。